島で、このムツタの町はグルジアの首都でした。首都としてムツタの町の歴史は1990年から世界遺産に登録されています。あとで、この建築協会を見学した後は、製鉄所に大聖堂なども見学をいたします。このムツタの町は2つ川のゴールデンのところに建てられた町です。左から流れている川はムトクワリ、ムトクワリ川と言います。あと右から流れているのは、大コカサス山脈から流れているアラグイ、アラグイ川です。グルジア、ムツタの町はグルジア人にとって左と右の方にライオンの彫刻がありますので、これが神様の力を表しています。ブドウの木はグルジアにはブドウの木はグルジア人にとってありがたい木です。セイニノがブドウの木から十字架を作って、グルジアに入ってキリスト教を布教してグルジアはキリスト教の国になりました。